一般財団法人精神医学研究所付属東京武蔵野病院は東京都板橋区小舟にある医療機関一般財団法人精神医学研究所付属の精神科病院である病院機能評価では国内でも有数の歴史と伝統のある臨床に密着した学術研究機関としての精神科病院との評価を受ける1928年に 東京郊外の現在地に東京武蔵野病院として開設されたが、開設してすぐに医療事故と経営難で閉院し、1931年に再開したものの、経営は常に不安定であった。なお、1936年10月頃、ダザイがパビナール中毒で入院していたことがあり、ダザイの作品にも武蔵野病院についての描写が見られる。 1943年4月、慶応義塾大学教授、河村林也らによって、精神医学研究所が設立され、病院は、その付属病院として買収された。研究所は1947年3月25日に、財団法人として設立される。精神科病院としてはいち早く施設内の禁煙に取り組み、2007年1月9日に施設内を全面禁煙とし、 翌2月から、禁煙外来をスタートさせるなど、入院、外来を問わず複数の禁煙サポートを行っている。病院機能評価の情報提供後継、東京の私立精神病院誌182ページ、禁煙推進の取り組み、ありがとうございます。